セッターに帰る、崩せない。山口が返されたことに焦ってますが、十分ツッキーにとっては山口のサーブのおかげでカイ君とトラが攻撃の体勢に入れなかった。それによってネコマの攻撃の選択肢が絞られた。だからツッキーにとってはこれで十分と。福永にトスが上がった瞬間に動きます。ツッキー、そして師匠の煽り兼アドバイスを思い出し、メガネ君さ、弱々しいんだよなブロックが。ポクッ、君が強強しすぎるんよ。クキモの煽りを思い出してしっかりとブロックの手を前に出してドシャットを決めます。きっと手を前に出してることにもクロは気づいてるんでしょうね。そしてだいぶ前のウカイコーチのセリフ、サーブで崩して相手の攻撃手段が絞られたところをブロックで仕留める、サービスエースの次に理想的な攻撃の形だよな。冷静な盾と縦の思考をクリアにする矛、サーブ&ブロック、ここの構図かっけー。この活躍にお兄ちゃん大喜び。牛若ドシャッとした時のポーズ。